今回は比較的最近報道された出来事を取り上げます。皆さんの記憶にある事柄かもしれません。動画を作成したのは2022年6月前半です。それでは本編をご覧ください。構成事件概要事件詳細現場映像 考察と犯人像編集後期事件概要この事件は約6年前の出来事です2016年6月26日14時25分頃東京都江東区東砂の荒川河川敷で女性の遺体が発見され2022年6月3日に 警視庁が報道機関を通じて情報提供を求めた事件です。2022年6月現在、身元は不明で、死因も不明です。2022年6月現在、未解決事件となっています。こちら、復元した顔をちょっと3つ並べて、えー、出しています。現場の上空図を見てみます。 まず今回、現場まで向かった方法なんですけども、都営新宿線東大島駅まで行って、ですねそこから都立大島小松川公園でレンタル自転車を借りて、そこからですね河川敷に抜けて、河川敷をずっとまっすぐ行って、現場まで行ったわけです。 で見てもらうと分かるんですけども、結構距離が離れているんですね。で、他のお駅からも距離は離れてます。帰ったのは僕は西西から帰ったんですけど、お西西からも同じぐらい離れてて、まあ西西の方がもっと離れてるのかな。まあ駅からは離れた場所っていうのはあ確かなんですね。事件詳細。 事件詳細についてお話しします。2016年6月26日、14時25分ごろ、東京都江東区東砂5丁目、後の報道では3丁目っていうふうにあるんですけど、の荒川河川敷で、息子さんとバッタ取りをしていた父親から、死体らしきものがあると110番通報を受けた事件です。それは確かに、 遺体でした草むらに仰向けにこれは後のほどではうつ伏せって書いてるんですけどどちらかは厳密には分かりません倒れており頭部と腕が一部白骨化していましたかなり腐敗が進んでおり当時は年齢や性別については書かれていませんでしたただセーターパンツブラジャーを身につけていることは言及されています まあ、ブラをつけているってことを考えれば、女性ではないかっていうことは、まあ,あ、想像はできるんですが、身元がわかる所持品などは持っていませんでした。現場についてなんですが、現場は、火災橋から約500メートル上流の遊歩道から7メートルほど入った草むらです。後でお話ししようと思うんですが、結構ですね、 人が来る場所です。人が全く来ない場所ではないんですね。この場所っていうのは。もちろん遊歩道のそばでもあるし、ジョギングする人とか、自転車で走る人もたくさんいますし、えー、この草むら自体が公園見たくなってるんですよね。なの釣り人も来ると思います。なので、えー、全く発見されない場所ではないんです。2022年。 6月になって報道されます。2022年6月3日、警視庁から情報提供を呼びかける報道があります。これはまあ報道機関を通じてですけど、復元法により生前の似顔絵が作成されて公開されます。ポスターも作成されました。遺体は20代から40代ぐらい、身長は165センチから167センチ。女性にしてはまあ大柄。 ですよね、結構まあ大きいタイプだと思います赤色のボーダーのセーター襟付きの長袖シャツこれは一部報道ですまあこれに関してはそのイラストには書かれてはいないと思うんですかあーそれともあれなんですかねセーターの下に来てたんですかねちょっとその辺はわかんないです、えー、黒色のズボンを身につけていました解剖の結果 死後は1年以内。死因は不明ですが、歴史ではないということです。注目すべき点は2つあります。遺体からは不眠症治療薬や抗精神病薬として使用される薬の反応が出ているということです。報道なども加味すると、統合失調症や双極性障害、うつ病などの 病歴があったと思われますもう1点は骨が数箇所折れていたということです折れていたという報道だけで暴行の有無などは不明ですなお靴を身につけていたかどうかは重要ですが記されてはいません警察に届けられている行方不明者と DNA の照合を進めたようですが合致していませんちょっと話は横道にそれるんですが ああまあ、他にもですね、考慮死亡人といって、生き倒れている人や、自殺者や、まあ、遺棄されたっていう言い方はちょっとおかしいのかもしれないですけど、人っていうのは結構いるんですね。で、今回調べたら検索すればたくさん出てきたんです。官報にも記載されています。実際、まあ、ホームレスの方とかですね、えまあ、ホテルとか、路上とか、まあ、ラブホテルとかで亡くなったりもあるんですけど、例えば、 あ2019年のお6月27日ちょうど3年後にですね足立区ではあるんですが同じ荒川河川敷で生後間もない赤ちゃんの遺体が発見されています結局17歳の少女が死体遺棄で、えー、逮捕されてるんですでこれはねあれなんですよ女の子がね援交をしててそれで子供ができちゃって、えー、っていう話でまあ高校生とアルバイトの女の子2人が逮捕されてるんですけど 割と遺体が発見される事件っていうのはあるわけですよ。あえてこの事件が大々的にテレビや新聞で情報を求めたのには理由があるんだと思うわけですよね。それはやはり警察側が事件性があるんじゃないかと睨んだような気がするんですよね。その辺は考察と犯人像でやろうと思います。常用していた薬についてちょっとお話ししておきます。不眠症治療薬や 抗精神病薬として使用される薬ですね。えー、これは、まあ、統合失調症や双極性障害、うつ病などの病歴などを考慮するとですね、検索して出てきたものをちょっと記載しておきます。下記のような薬があ一例として考えられます。紙、まあ、応なんですけども、アリピプラゾール製品例エビリファイ等オランザピン製品例ジプレキサ プレキサ・ザイィス等・等クエチアピン製品例セロクエルビプレッツ等・等リスペリドン製品例リスパダール等・等現地映像今回の現地映像ですが都営新宿線東大島駅からまず徒歩で 都立大島小松川公園に向かいますそこからレンタル自転車で荒川河川敷に抜けて河川敷沿いを現場に向かいます現場に関してはニュース映像や当時の画像などから推察したあ推定の場所となります現場上空図に矢印をちょっと入れてます東大島駅を出て 大きな道路沿いを歩いて橋を渡ってですね、えー、公園に行って公園にレンタル自転車があるので、えー、そこから公園を抜けて河川敷沿いをずっとお南下していきます結構ありますよねで映像中にですね結構音が入るんですけどこれは後から知ったんですがここはあの飛行機の空路の下みたいなんですよねでそれでかなり 音が、まあ、うるさいんですよねこれはまああんまり経験したことがない感じでしたそれから現場っていうのはですね、えー、荒川砂町水辺公園というところなんですけどただこれ公園って書いてるんですがあ本当にもう河川敷なんですよね河川敷をちょっと本当に小切れにしてるような感じであのぼうぼうなところをまあ あ少し整備したみたいな感じなんで公園っていう感じでもないんです遊ぶようなところじゃないんですよねちょっととりあえずあのー、現地映像長いんですけどかなり、えー、見てみましょうか飛ばしてくださいちょっと長いんであのー、必要な方はどうぞ東大島駅から始まります今回もですねちょっとやっていくんですけども長いですかなり 長い映像をこうあえて使ってるんでまあ飛ばしてくださいちょっと必要だったらあの自転車で行く場面がかなりあってそこを結構使ってるんですよねあえて駅の中ですね駅の中はまあこんな感じで普通の駅かと思いますそして行くのが大島小松川公園ですね この辺ですね、あの、大きな道路もあったりして、これ外観ですけど、まあ、都営住宅も結構あるんですよね。都営住宅が、もう、あの、カメラ回してないところでもかなりあって、ここもこ、都営住宅かなかなりありますね、本当に。で、えー、公園をちょっと抜けていくわけですけど、ちょっと僕が喋ってるところなんですが、 あのバッテリーがですね満タンという風うな表示があアプリではあったんですけど実際乗ってみたらですね半分ぐらいしかなくてですね表示とちょっと違ったんでええー、みたいなことを言ってます公園を,を抜けていきます、まあ、いつものように自転車で行くわけです。 かなり今回長く乗ってるんですけど、それもちょっと臨場感を含めてですね、どれぐらいかかってるかっていうのも含めて、ほとんど切らずにちょっと行ってみたいと思います。見えているのはこれ、団地ですよね。奥の方に見えているのは。これ、都営住宅だと思うんですよ。左側とかは、まあタワーマンションなのかな。マンションありますけど。 ほとんど都営の団地だと思うんですよね。で、この辺も団地の方々が多いんじゃないですかね。こう昼にいる老人っつったらあれなんですけど、がいて、カメラ回してないんですけど、ちょっと雨とかがね、えー、レンズにつく可能性とかもあるんで、ちょっとその辺はご了承いただけたらと思います。で、ずっと走っていくわけです。 この辺ですねまあ普通の公園ですよこれはもうそれでそこからこうずっと行ってもう少しで、ね、抜ける感じなんですよねもう少しかなもうちょっと 外ですかね見えてきたかな右に折れるとちょうど公園の出口というかそういうところが見えて奥にうっすらと川のような場所が見えると思うんですねその川の奥にこう高速の高架が見えると思うんですよね こういういにしてちょっとね、えー、窮屈ですけど自,自転車をこう窮屈にこう曲げてですねハンドルをで向かってますでもう少しするとこう下下ると荒川の河川敷のサイクリングロードみたいなところに出ていくわけです ここに何かあ説明がこういろいろ書かれてるわけですね河川敷に来ましたここからずっとですね、まあ、かなり、えー、あるわけですここからひたすらサイクリングの映像がまあ続くんですけどそれをちょっとほとんど切らないで え流してもいいかなと思って使おうと思ってますこの辺はですねもうお気づきかもしれないんですが音がかなり入ってるんですよねこれは風の音だけではないんです曇ってるんですけどこの辺かなり飛行機が飛んでるんでしょうね僕は都内に住んでても全く気づかなかったんですがあの江戸川区だっけな 江戸川区で正しいと思うんですけど、江東区だっけな多分江戸川区だと思うんですけど、5.6%はなんかそういう騒音の地域にあるみたいなこと書かれてて、実際はもっとうるさいんじゃないのかなと思うんですけどね。まあこれ知らないでね、知らないでね、土地とか買っちゃうと大変なことになっちゃいますよね。まあずっとこう、うるさいまんまですから、 これ自,転あの自動車の音ではないと思うんですよね、ずっと鳴ってますけど、まっすぐこう進んでいって、まあ、長いサイクリングロードですよ、テロップでも出してますけど、本当にこう、まっすぐまっすぐこう続いていってですね、かといって、人もいないんですけど、雨だからね、小雨だからいないんでしょうけど、走ってる方っていうのは、いるんですよね。 まあたまたま会ってないんだけでこの辺綺麗な場所ではあると思うんですよただねやっぱりうるさいというか飛行機がねうん住むにはまあしんどい感じはしますよこう車のね多く走る道路もあるしそれからねやっぱりこう 飛行機の騒音であるとかねあと工場とかもこの辺はまああったりしますから音っていうのが気になるね人は結構大変なのかなとは思いますけどねサイクリングしてるシーンが結構多いんですけど本当はねもっとおおねえー、現場の映像とかあればいいんですけど やっぱり現場の映像よりも行くまでの映像の方が実際は長かったりするんですよね、まあ、この辺はまあなんつったらいいんでしょう車内つったらあれなんですけどねで現場までかなりあります前を走ってる人がいるんですけどちょうどね坂があるんですけどそこでちょうどね電動だから抜けるんですよね ママチャリかなんかですかね。あれはやっぱり。クロスバイクとかでね、走ってる人は、まあ、追いつけないんですけど。あとね、ロードレースみたいなね,のね、ロード仕様みたいなの、自転車乗ってる人もいますけど、そういうのにはちょっとね、追いつけないですけど、ここでちょうど抜けるのかな。ちょうどこっちは、まあね、アシストがあるんで、そんなね、大変じゃないですけど。でここに橋があるんですよね。 何なんでしょうねこれなんか水門かなんかなんですかねこう施設みたいなのがあるじゃないですかここにでその水門があってその施設をこう抜けていってそれでこう行くわけです ちょうどねえー、橋みたいなのうどんどん渡っていってこの辺でも初めて来ましたね、うんまあ、先ほども話しましたけど空路の下なんですよねこの辺全然気にならなかったですよね後でまで調べたらあるんですねこういうその川の下とか 横浜の方、あと品川区とかも大田区とかもなんか一部って言ってましたけど、俺でもこんなうるさいの初めてでしたね。江戸川区、あ、江東区か。江東区来て初めてですかね、やっぱ。ちょっとね、その辺はまあ、あれなんだろうけど。 もう少しでね、あのー、ちょっとね、一回止めようと思ってるんですよね。まあ、理由があって。もう少しで本当に現場に着くんです。現場つま推定なんですけど、ちょっとね、その辺もね、画像を見ながら、ちょっとお話ししていきたいんですよね。まず、この辺が、こう、現場っていうのをね、もう少しね、 こう皆さんにも分かっていただけるようにもう少しで現場に着きますまあねここにあえて来るっていうのは近隣の人しかね来ないと思うんですよそのまあ自殺にしろね他殺にしろこの辺知ってる人しかまあ来ないと思うんですよねやっぱ都内の人でも住み分けがあるじゃないですか まあ、杉並に住んでる人もいれば、文京区に住んでる人もいるし、まあ、江東区に住んでる人もいるし。その辺ってね、あ、もう少しですね、えー、看板に注目してほしいんですよね。黄色い看板あるじゃないですか。今、徐々に徐々に見えてくると思うんですけど、黄色い看板がこうあって、ここをちょっと注目してください。飛び出し注意っていうのは、ちょっと切り替わります。で、ここでちょっと、 止めたんですけど黄色い看板がこうあってこうまあいくつか看板あるじゃないですか。でその後ね、ね、え、杭、ー、みたいのも出てくるんですよ。あの占有地域みたいななんか、あのー、おそらくなんかこう遊歩道とこう河川敷を区切る杭みたいなあのが出てくるんですけどそのなんつったんでしょう映像みたいなのが画像みたいなのがあって。 ちょっとね、それを見てほしいんですよね。えー、出るかなはい、出ましたね。えー、出したのが、これは、ちょっとね、あれなんですけど、あの、拾い物なんで、えー、恐縮なんですけど、うん、おちょっと画像があって、これ見ていただくとわかるんですが、あの、あれじゃないですか。 さっきの、占有注意みたいな、ごめんなさい、えっ、ー、と、飛び出し注意みたいな黄色い看板とか、あの、あれが見えてますよね。その後の看板とかが見えてると思うんですよ。おそらくこれ推測なんですけど、この地点じゃないのかなというところをちょっと見つけたので、えー、今、その画像を上げてるんですね。で、その奥側に、ブルーシートみたいなのが見えるじゃないですか。 警察が作業してるでその辺のところをちょっと推測してちょっと歩いてみたいなと思っていますでもう少し言っとくとですねでこの辺柵ありましたよね柵があってで奥の方になんかごちゃごちゃごちゃっとしてるところあるんですけど実はですね釣り船みたいなのが あ係流されてますすごい奥の方行くと。で全く人がいないわけじゃないんですよ。でこの辺調べてみるとなんか屋形船みたいなあ釣り船みたいなのを出す商売やってるところもあって、えー、釣りの餌売ってるところとかがあったりですねそういうところなんですねだからあ人が全くいない地域というわけではないんですよ。その辺まあ,あなんつったんでしょうね 生きするにしても、まあ不自然なのかなとは思うんですけどね。その辺は。ちょっと別の画像もまた見てみましょうか。で、今度はこれまた別の画像なんですけども。これ、専有地域のあの杭みたいのがありますよね。白い杭みたいの分かりますかね。2本あると思うんですが。で、えー、それと、こう。 この柵みたいなのがあって柵ってのはなくなるんですけどこの柵みたいなのがで次また画像を出せるかなちょっと画像を見てみましょうか再度別ので別の画像ちょっとまた出したんですけどもでここの一帯っていうのが実は荒川砂町水辺公園ってなってるんですけどで公園って えー、言うんですけどもこのなんつってんでしょう草むらの中にはあ水みたいのがあったりとかですね、えー、こう橋みたいな黄色い橋みあの木の橋みたいのがあってまあ小さい獣道じゃないんだけども人が通れる道みたいのが実はあるんですよ僕はそこから入ってったんじゃないのかなと思うんですよねでそこをちょっと、ね、見て 行きたいなと思うんですよちょっと画像を切り替えてみたいと思います。で再度、ちょっと動画あ動かすんですが、今あ、止まりましたね。で、この辺ちょっと見てみたいと思うんです。で、さっきの画像と合致すると思うんですね。場所的にちょっと出てる看板とかも同じじゃないですか。で、この辺だと思うんですよ。推定なんですけど。 でちょうどね、あの、もう少しすると、あの、杭みたいなのが出てくるんですよ。ちょうど。この辺ですね。この辺で、えー、白い杭みたいなのが出てくるんです。あ、出てきましたね。出てきましたね。で、もう草でこう見えなくなっちゃってるんですけど。ねこっから、もう少しだけ進めるとですね、えー、人がこう、そこに入れるような、 隙間みたいのが実はあるんですでそこをちょっと見ていきましょうかで。それがすごいこの映像だと分かりづらいんで、別角度から撮ってるようなところも実はあるんですよ。でえー、もう少しで、えー、変わりますで。ここなんですねで。ここ分かりづらいじゃないですか。で実はあ手前の茂みみたいなところに、えー、人が入っていける道みたいのが あるんですねちょっと画像を切り替えますねで違う角度から見てみますでこの草むらのところにですね、えー、ちょうど真ん中ぐらいに丸い杭みたいのがあるのわからないですかちょうど中央部のところに草むらのところに丸いパイプみたいな木の杭みたいのがあると思うんですよでちょうどそこがあの入って でいける隙間みたいのがあるんですねでそこちょっと行ってみたいと思いますで再度画像がちょっと切り替わりますちょっと画像切り替えますねでちょうど今杭があって画像を正面から撮ってるようなあ画像というかその道ですね小さな小道をですね正面から撮ってるような画像ですでここをちょっと歩いてみたいと思いますで 場所的にはこの場所を歩いてったんじゃないのかなと思うんです。ここを歩いていけばあのブルーシートがあったようなところに位置的にはあ同じになるんじゃないのかなとは思うんですよね。ちょっと動画を見てみましょうか。ちょっとここを歩いていく動画があるんでちょっとそれを見てみたいと思います。今からですねちょっとその小道を 歩いていいてきたいと思いますおそらくこの道を通ったんじゃないのかなと思うんですよねそれはあ自殺した当人なのかそれとも遺棄した犯人なのかは分かりませんでも僕はここを通ってったような気がするんですよ一時的にはここでいいような気がするんですけどねでこういうふうに公園的に整備されてますでも人はいないです もちろんここで遊んでる子供なんていないですよ危ないですからね普通にここ行ってしまうとですね柵とかがなくて、えー、川なんですよ、まあ、そう考えると自殺,自殺だったら、まあ、川,川というか、まあ、海か川,川でいいのかな荒川だから、えー、ここに飛び込んだ方が早いような気もするんですけどね まあその辺はどうなのかなと思うんですけどいろいろ、まあね、その人の気持ちなんてわからないからなんとも僕は言えないけど高速が見えてますね高速が見えてますで、えー、ちょっとね右側にも行くんですよねもう少ししたら行くのかな、まあ、ちょっとカメラが安定しないですけど実はカメラ あ右側にもう少しで降ると思うんですけど、ちょっとね、海とか、あ海じゃない、川取ってますけど、この辺、そうそうそう、こういう風に降っていくとですね、実はこう、人がいるというか、人がこうやったような気配、これはホームレスの方なんか分かんないですよ、釣り人がやってるのか分かんないですけど、気配があるんですよね。で、遺体があったっていうのは、 どの辺かわからないですけど厳密にでもこの付近なのは確かだとは思うんですそしてちょうど今の時期であればまだ虫とかもねそこまでいないからまあなんか吸い寄せられたような気はまあわかるんですよねなんかこう言葉悪いですけどこう死に場所的でもあるし息しやすいような気もするんですよこれって。 でこうずっとこう川べりが続いててで奥の方にはですね後から行くんですがあ船が普通に係留されてますでもう少しで行くのかなあのー、もっと奥の方に行く映像もちょっとあるんですけど一回プラプラするのかな一回戻ろうとするんですかね ちょっと周り見てみますけどこんなふうにまあ不安定に歩いてますね一回周りをこういうふうに歩いてこっから戻るような気がするんですよねええー、そうあ右側にもこう道がないのかな右側はいけないあのー、あれですね獣道的なものはないですね あっちに出ないと川沿いに出ないとでもう一回確か行くんですよ右側にで右側に行くとあの見えてくるものがあるんですよねあ行くのかなちょうど行きますね行きますね でいくと見えてくるものがあって、実はこのすぐそばに人の気配でする場所なんですよ。あの多分これ釣り人の方が置いてるんだと思うんですよ。ここに来てる方だと思うんですが、釣り人なのか何か仕事で使うのかわかんないですけど、こういうふうに、えー、テントみたいなのがあるんですよね。で、これ多分釣りですよね。あの椅子とかもあるし。えー なんかこうホームレスの方が作ったって感じでもないんですよね、この感じが。多分常連で来てる釣り人だと思うんですよ、この感じって。で、それが、こう、あって、多分レジャーかなんかでね、ここに来て、秘密基地じゃないけど、ここでずっとね、釣りするっていうのも、まあ、楽しいっちゃ楽しいような気もするんですけどね、まあ、こんなこと、不謹慎だから、まあ、あんまりね、言っていいかどうかわかんないですけど。 それでまた戻っていきます階段が実はあるんですよね見えないですけどだからちょっと言いますけど人が全くいない場所ではないんですよ 行った道を今戻ってますけどねなんかこう整備はされている茂みなんですよねなんだかんだできっとそこを、まあ、バッタ取りに来たね親子もこの辺に来て見つけたような気がするんですよねもちろん親子が見つけなくてもここを整備する 方ってのはいらっていのららしゃるわけですからあどのみち見つけられたものだと思うんですよ。今あ林抜けましたけど茂み抜けましたけどでまたね自転車でちょっとお行ってみたいと思います。で行くのはあのさっきいい僕が少しお話ししたです、ねえー、場所があってあ,のあれですね 船の経流されている場所、そこにちょっと行ってみたいと思います。もちろんこれはあ現場とは関係、えー、ないかもしれないけど、ちょっとね、えー、見てみたいと思いますね。で先,、えー、先に、えー、画像をお見せしたあ水辺公園の表示ですね。 でこういう風にですね、えー、川べりというか、に入れる道っていうのは、まあ、ちょくちょくあるんですよ。で、まあ、全部使わないんですけど、他にも行ってるところがあって、まあ、あんまり現場と関係ないから、今回はあその映像っていうのは、ボツにしようかなと思って、使ってない、使わない予定なんですけど、もう少し,したらですね、えー、船が見えてきます。 まあね、船でなんかこう、遊んだりっていうのは、結構、まあ贅沢で、俺もやってみたいですけどね、お金があれば。そんなね、船でいろいろ飯食って酒飲んだりなんていうのはいいですけど、まあ、僕もね、酒、ちょっと関係ないですけど、酒弱くなって、まあ、ゲーゲー吐いたりするんでね、もうあんま酒、えー、 たまに人と飲むことぐらいでちょっとね、もう飲めなくなってるんですけどね、もう体が受け付けないっていうか、ひどい目に遭っちゃうんでね。ああ、こっから、ちょっと、入ってきますね。こういうふうに、えー、船が係留されているスペースが実は、こういうふうにあるんですね。屋形船ですかね。あと、釣り船なのかな。 こういうふうにあるんですよね、実を言うと。こういうふうななところなんで、実は人がいない場所ではないんですよね。もう現場映像ちょっと終了になりますね、今回は。現場映像を終了になります。考察と犯人像。 今回の考察と犯人像も非常に長いです。まあこだわってって言ったらあれなんですけど、現地映像もね、かなり長かったんで、あれなんですけども、ちょっとね、えー、じっくりやってみたいと思います。3つの可能性をちょっと考えてみました。事故と自殺と事件。その3つの可能性ですよね。まず、事故ですね。 事故についてちょっと考えるとさっき見ましたよねあの遊歩道からそれて7メートルほど入った地点何か偶然に事故があったのか靴を履いていたかどうかも不明ですし身分を表す所持品もない非常に不自然ですよね大人ならスマホとか財布くらい持ってそうなものです まあ逆に考えると社会から隔絶されていたのかもしれないですよね。それは3つの可能性いずれであってもこの方がご遺体の方が社会から離れたところにいたのかもしれないです。靴の有無は重要だと思うんですが言及はありません。もし裸足であれば事件性が強くなると思うんですよ。だって ここに果たして来ますかね精神の病やオーバードーズなんかで錯乱状態になって、つまずいて意識を失って、亡くなってそのままになった。というのも考えられるでしょうが、仮に事故だった場合、行方不明の捜索願いが出てないのもおかしいと思うんです。もちろん天涯孤独という場合もありますよ。それならば、 家賃とか別の問題が出てくる。生活保護で生計を立てていて、家賃がまあ引き落としで、ずっと引き落とされていて、ずっと放置されているということも、まあなくはないんでしょうけどね。まあそういうことが、可能性としてはあるのかなとは思うんですけど。仮に交通事故で、引き逃げをして遺体をここに持ち込んだにしろ。 創作願いは出されると思うんですよね。もちろんこれ、天涯孤独でね、生活保護がずっと今も支払われ、えー、続けているのかもしれないですけどね。それから自殺の場合も考えてみます。靴の有無は不明です。でも仮に裸足できて自殺するなんてことがあるでしょうか。自殺すれば後が残ります。 例えば、まあ、縄であるとか、カッターナイフであるとか、燃えた跡とか、油の反応とか、まあ、薬物であるとか、まあ、酒瓶、まあ、体から毒物の反応が出たりとかですね、吐射物が周りにあるかもしれない。まあ、書いてますね、あの、さっき言ったことが。まあ、毒薬とか、睡眠薬の反応とか、もろもろ残るわけです。自ら命を絶ったにしても、 創作願いが出てないのが不思議ですよね。まあ何回も言いますけど孤独な人だったのかもしれない。加えて何も痕跡がなくこのような状態になるってことはあるんでしょうかね。やっぱり近所でなければですよ。電車賃だとか、まあスイカだとか、自転車の鍵だとか、車やバイクの鍵とか、持っていてもおかしくないですよね。人間移動するのにしても何か必要だと思うんですよ。 自転車が放置されてるとか逆に考えればまあ自ら命を絶った場合は刀剣内に住んでいる人間が歩いてきて痕跡が分からない方法で命を絶ったまあ可能なのかなどうなんだろうっていうのはちょっと思いますよね何より骨が折れているっていうのも謎ですよね骨折してこの場に来れるんでしょうか これはまあ自殺にしろ事故にしろそうですよもちろんねこれ先で話しますけどまあ遊歩道を歩いてていきなりまあ性犯罪で襲われてこう殴打されてねっていうのもあると思うんですけどそれでもやっぱりいろいろ跡がね残ると思うんですけどまあその辺も本当に分かんないですあとやっぱ骨折した場合っていうのはね場合によっては吐くほどやっぱ痛いですし腫れますしね うん、これも謎が残りますよねでちょっと自殺の場合追記してますけど一人で生きてきた場合天涯孤独だった場合家賃が滞ることもあるでしょう一軒家を相続していた場合だって、まあ、固定資産税をね滞納することになったりする果たして一人でこの世からいなくなって誰も気づかないものなのかっていうのもあります もちろん再度書きますが、生活保護で引き落としだったのかもしれない。でもそれでもね、ずっとね、そういうことってあるんですかね。最後に事件です。今回は初めに結論について言及します。私は事件じゃないのかなと実は思ってるんですよね。これテロップにしてないですけど、やっぱ骨折っていうのはね、引っかかってるんですよね。その 行動がまあ正しいいのかかかどうか分かんないですよ仮に骨を骨がね複数折れていたんだったらやっぱりそういう可能性あると思うんですよちょっと話戻しましょうかめったに考えないんですけど自分こういう犯罪で複数犯じゃないのかなと思ってますその複数犯って家族であってこの遺体の父親と母親じゃないのかなと思ってますこれはもう もし、ね、そうじゃなかったらまあ非常に申し訳なくてこの動画下げないといけないですけど、まあ、その場合はちょっと謝罪してね、えーまあ、下げると思うんですがまあこれは推測の域は出ないですし私の思い込みもあるんでしょうがしかしながら捜索願いが出ていないのも警察が情報提供をわざわざ求めているのも考慮すれば事件性があるのかなとも思ってしまうんですよね通常家族と暮らしていたり身近に人が いる関係であれば失よ。それがないまあいくつか考えられると思うんですけど捜索願い出されないなんてもともと人間関係が希薄で孤独で孤立していることあるいはまあ人間関係はあっても何らかの理由で捜索願いがあえて出されていない場合今回後者じゃないのかなと 思うんですよねこれはあくまで僕の推測なんで間違っていたら謝ります被害者は心の病を持っており引きこもっていた薬は親が定期的に病院に行き処方していただいているもらっている家庭内のいさかいがあり思わず父親か母親が手を挙げてしまって喧嘩になり亡くなってしまった あるいは被害者に断るごとに命令されていた父親か母親が切れて暴行したとかまあ階段から落としたとかいずれにしろ骨折の後は暴行の後ではないかと思ったんですねただ日常的に虐待してるとかそういうことではないと思うんですよもちろんねそれはゼロじゃないですよそういった事件があってこう放置したのかもしれない だけど僕はそう考えたんですよねこの薬の反応っていうのがねなんかこうそういった家庭内のいさかいみたいなことを僕は想像してしまったんですよねまあ考えていくと江東区江戸川区墨田区などでいきなり通院をやめたあるいは薬だけを取りに来ていた人間が来なくなったもちろん偽装で薬だけを今も取りに来てるかもしれない とかあ、行政に相談していたのに来なくなったなどという人間がいればマークする必要というかまあ、注目する必要はあると思うんですねそれからちょっと服装についても考えてみたいんですよ正直この服装家着ということも考えられるんですけどまあ、女性にしてはですよ外に着ていく格好には あまり見えないんですよ、ね、こうファッションに気を使っている女性には思えないこのボーダーシャツがなんかこうあんまり見栄えは良くなくてもちろんねこれ変な話ボーダーシャツがめっちゃこだわったセントジェームスとかですねそんな可能性もなくはないですけどまあ可能性は薄いでしょうねこれは何が言いたいかっていうと彼女がダサいっていうことよりもやっぱり外に行く,行くことがなかった。 社会的に隔絶していた、孤立していたんじゃないかなってことが、まあ見えてくるんですよね。これ、靴についても書かれてないのが気になるんですよ。何回も言いますけど。靴がなかったってことであれば、裸足しで来たってことですから、靴、あの、靴がないまま来たってことですから、よっぽどのことじゃないですか。まあ連れてこられたのか、靴を履かないほど錯乱していたのか、それとも、まあ室内でそういうことが。 あったのかいずれにしろちょっとねその有無が書かれていないっていうのはまあ不思議なんですけどちょっと戻しますね話結局遺体の処理に困った両親は河川敷に放置したんじゃないのかなと思うんですけどただ書いておいてなんですがここは車が直接入り込める場所じゃないんですよ入りづらいっていうのが正確な、まあ、表現かもしれなくて河川敷にに遺体を持ち込むには 堤防横の道路に止まってそこから土手の上まで階段に登って再度河川敷まで下らないといけないんですけどちょっとねえー、厳密なところをちょっともう少しお、あのー、ご説明したいんですけどまあ私が処理するんだったら山の中で穴を掘った方が確実なんじゃないのかなとは思うんですよねこれ見つかる場所ですねだってここに持ってきても。 どうして比較的近所だと思われる場所にしたのか疑問はありますそれとですねちょっと映像があるんですね堤防の上から反対側の道路とかですね階段などを撮影した映像があるのでちょっと一緒に見てみましょうかちょっと短い映像ですけどちょっと映像に切り替わります、えー、見てもらうとわかるんですが道路が下の方にあるんです 見えてないですけどねそんで上がってきて再度また道路みたいなところに上がって河川敷に上がって堤防というかそういうところに上がってさらに下っていくんですよこう今早くして喋っちゃいましたけどこうね非常にこう上がってくるのがめんどい場所ではあるんですよ この後ちょっとね、また画像でフォローしますけど、ちょっとお話しますね。河川敷に物、遺体というよりも物を持ち込むと考えたらですね、いあのスーツケースとかトランクとか、一例としてですよ、あくまで。これは、あのー、ここの階段から持ち込む一例としてなんですけど、もちろんいろいろ、車では来れないけど、他にも、はい、入り込む余地っていうのはあるんで。 こう一例としてちょっとお話しますけど道路からですねこれちょうど映ってないんだけどまず左4つ駒写真があって左上の写真これマンションの下に小さい道路あるじゃないですかそこの何つってんでしょうねその下に道路が通ってるわけですよその道路から急な階段をまあ車止めてね急な階段登ってなんかあのー またちょっとサイクリングロードみたいなのあるじゃないですか。で、さらにまた階段上ってですよ。で、堤防の上に出て、まあ右上の写真。それとか、ああ、左の下の写真ですね。で、こう、堤防の上に上って、で、今度はまた階段を下る。自転車が止まってますけど、そこまで階段を下っていくと。トランクなり。 こうキャリーバッグみたいなのを持ってですよ。まあ車が付いてるやつでもいいですよ。こう持っていって、さらにこうしていってっていうふうな流れになると思うんです。これトランクというかですね、えー、大型のそういう、まあ、トランクですね、それじゃないと相当しんどいじゃないでしょう。だと思うんですよ。こうずっと持っていくっていうのは、まあ大変ですよね。登、えー、り降りするっていうのは、まあ、大変だったと思いますよ。 本当もしそういうことをするとすればもちろんこれはね推測だって、えー、一例なんでちょっとねまたちょっと戻りましょうかちょっと僕の考えというか推測というかそれに戻ろうと思います両親は近所に住んでいて大きなスーツケースだとかトランクなどに入れて歩いて持ってきたことすら 考えられるんでですよね車を使わないでただまあ実際には車を使ったと思いますよ堤防を上り下りして夜中に近所の河川敷に捨てたんじゃないのかなと思ってしまったんですよね夜中は電車がありませんから車で持ち込んだのかなと思うんですもちろんねこれは歩いている最中に襲われて骨折させられて 放置されたとか全く違う方向の推理もあると思うんですよもちろんね僕の考えは全てじゃないですがまあ創作願いも出されずにそのまま放置されることがあるのかなっていうのはあるんですよね生活保護を受けてて、ね、家賃で引き落としされてとかそれもあるのかな今の世の中ね孤独に亡くなっていく人もねいますからね でもかといってね骨折とかそういうのが引っかかるんですよねちょっと追記として、えー、現場に行った感想を述べたいと思いますこれは編集後期でも編集後期とかで書けばいいんですけどちょっとお話したい,いと思いますね河川敷は人が来る場所なんですよこれは僕はあ行ってみて感じましたまあ草をね整えることもあるだろうし河川敷ではあるんですがこれ公園なんですよそこを整備する人も来ますよ ま、映像を見ての通り、テントや椅子なんかもありました。おそらく常連の釣り人が残したものだと思いますよ。人が来ます。釣り船なのか、屋形船なのか、船も係留されていました。完全に人が来ない場所ではないんです。定期的にいつか人が来るわけですよ。見つかるかどうかは別にして。そんなところに行きするかなと、単純に思ったんですね。 運び込むのも大変な割にはすぐ見つかります。車があれば山に捨てた方がはるかに見つからないと思います。訪れて思ったのは自殺もあるんじゃないのかなと思いました。映像にありましたけど、歩道の脇にはこう、獣道というかああいう道があるんですよね。そこから公園に入っていけるわけで。といってももうあそこでね、遊んでる子供とか人なんていなくて、人気はなくて。 草がこう生い茂るところにがこう入り口になってて、そこに入っていけば安心するみたいな気持ちはわかるんですよ。なんとなく。ですが思うのは、この場所に仮に夜に行ってですよ、ライトもなければ、見てもらえばわかりますけど、川に落ちたりとか、水をね、引いてあるじゃないですか、あそこに。 小川みたいなところに落ちてこう足をね濡らしてしまうなんてことはあると思うんですよねだからね夜行くっていうのも不思議だしうーん亡くなる人はまあ夜行くんですかね自殺であとやっぱ骨折ですよね引っかかるのは何度も言いますけどもちろん現場っていうのは推定ですよで現場っていうのはあの付近だと思うんですけど でもまあなんかテントを張ってあの場所にいれば落ち着くのはわかるんですよね。最後にあそこに行った気持ちもわからないでもない。おそらく昼に昔河川敷に行ったのを思い出して向かったのかもしれない。そんな気もしました。特に昼だったら一人になりたくてあそこに行きたいって気持ちもわかりますよ。なんとなく。なんか秘密基地みたいなね、感覚で。 ですが骨折については説明がつかないんですよね。骨が複数折れたまま歩けるのか、それともその場で何かあったのか。新聞報道が正しければ、自殺というのもちょっと難しかったりするんですよね。この場に来れるのかって話ですよ。杖が残っていたとかそういうわけでもないですよね。ギブスがあったとか。 そもそもこの場に来れないんじゃないのかなっていうのもあるんですよね。そんな状態で来れるんでしょうか。まあ僕は結局のところ自殺も他殺も曖昧なんですけど、僕はなんか他,他殺のような気もするんですけど、それでもね、あそこに引き寄せられる人っていうのもいるんじゃないのかなっていうのはわかる気はします。なんとなく。 犯人像についてもちょっと語ってみたいと思います。60代から70代。遺体の両親。車を持っている。娘の身長から考えると、両親ともに小柄ではないと思います。徒歩で来れるほどに近所に住んでいる。これは全くの偏見ではあるんですけど、団地などの 安い集合住宅まあ都営住宅も含めますよこれはであるとか古い一軒家に住んでいると思いますこの地域はあ都営住宅が多いです娘と何らかのいさかい狩りこれは家庭内暴力とかそういう可能性もあると思います切れて暴行してしまったあるいは階段から落としてしまったとか突発的なことで謝めたんじゃないのかなと思うんですよね 深夜に車でで来ててススーーツケななどを用いい運んだんんだじゃないかと思うんですただ今話してて思ったんですけどひょっとしたら両親もまあ姿をくらましているとかすでに亡くなっている可能性もあるかもしれないですよねただまあ現場に来て思ったのは自殺のために最後の場所に選んだことも理解できる場所ではありましたですがやっぱりこの 骨が複数折れていたって報道が自殺と矛盾しますよね。あとその報道が本当に正しいのかっていうのもまああります少し。被害者像についてもちょっとお話してみたいと思います。統合失調症や双極性障害などで通院歴がある。引きこもりなど社会的に孤立している。通院していたか両親が薬をもらいに行っている。 ひょっとしたら現在も両親が偽装のために薬をもらい続けていたり、障害年金ももらい続けているのかもしれないです。就労はしていません。近隣出身、近隣というのは、江東区、江戸川区、墨田区など、被害者を調べるには、江東区の、まあ、精神科の受診歴だとか、そういうものの調査や、行政の障害者手帳であるとか、 精神科通院補助のための受給者証であるとか、障害年金を受けている方とか、まあそういう方で、2016年6月26日以前に、急に連絡が取れなくなったりした方の可能性があるんじゃないのかなと思うんですけど、これは、まあ警察も調べているんじゃないのかなと思うんですけど、この辺って、まあプライバシーの関係で調べられるのかなっていうのもあるんですけど、これは自殺であった場合も同様で、 急にに病院に来なくなななななくったた人などを当たるべきなんじゃいいのかなと思います。もちろんこういうご,ご病気などがあっても、ね、手帳をもらってないとかそういう場合もありますから何とも言えないですけどねただ薬はもらっているわけですから薬の反応があったわけだから通院していたことはまあ間違いないのかなと思うんですよね とこれはおまけ的なことかもしれないですけど、はじめこの、まあ、遺体の復元の画像を見たときに、あの、厚化粧の場合の画像を見たときにいい、外国人の可能性ってのも考えたんですよ。ただまあ、目立ちますよね、外国人で、まあ、精神科に来ている人って。 あんまり僕は想像できない気がするんですけどね。なんか、日本に来てる外国人ってのはタフないような気がするんですけど、この河川敷から橋を渡った地域なんですけど、西葛西駅があるんですね。で西葛西から少し歩くと、精神町の団地などにはですね、インド人のコミュニティがあって、例えばこの遺体が黄色人種であったのか、あ調べられているのかっていうのも、まあ疑問はあるんです。 この団地付近の公園ではですね、インド人の子供が遊び、インターナショナルスクールの青いバスがあ団地前で子供を降ろすんですね。それを父母がこう出迎えに来る光景が見受けられるんですよ。実際に僕はその辺をちょっと歩いて見てきました。近くに公立の小中学校っていうのはあるんですけど、 全く別世界です。正直言うとですね、インド人の家庭の方の方が、子供というか、はるかに育ちが良さそうに見えます。これはまあ、インターナショナルスクリーンに行ってるぐらいですからね、裕福な方々なんだと思うんですよ。復元した顔を見て、そういった中の一人なのかもか、なのかなとか、そういうのも考えたんですけど、まあ、ないのかなってちょっと思っちゃいましたね。仮にね、夫が妻を殺めてとか、 で、夫が帰国すればわからないとかも考えたんですけど、まあ、裕福そうなね、そういうインド人のファミリー見せたら、どうしてもこんな事件に結びつかないなと思ったし、コミュニティ同士が密であるような気もするし、外国人でそんなことすればすぐ分かりそうな気もするんですけど、あとはやっぱりね、日本に来てる外国人が精神を病まないようなイメージも、僕は勝手に思ってるんですよね。 まあこれは偏見かもしれないけど編集後期調べてみるとやっぱり遺体が見つかるっていうことは結構あるみたいでにもかかわらずこのように情報を募っているっていうのはやはり事件性があるかもしれないですよねもちろん違う可能性はあるわけなんですが6年も経って何も情報がないっていうのも 不可解かなと思うんですよね。たまにはですが、タイムリーなネタも扱ってみました。でもね、まあ、人一人ね、いなくなっても、こう、身元不明の遺体とかあるじゃないですか。なんかね、誰もこう気づかないっていうのも怖い話ですよね。俺も、 ね、そんな風にな,なったらねちょっと怖いなと思っちゃいましたよ孤独にね一人でなんかなるっていうのはうーん一とじゃないなと思っちゃいましたけどそれとこう現場に行くとなんかやっぱり印象が変わることってあって今回の事件もそうなんですよねあの場所ってこう引きつけられるの わかりますよねもう夏行ったら大変だと思いますよ虫とかもいるし暑いしねでもねこうまだギリギリ今の時期とか秋それから冬に行くっていうのは気持ちちょっと分かりますよなんかこうあそことかスズメバチとかはいなそうじゃないですかそういうねでっかいハチとかはいなそうだし こうテントとかね張ってこういたら落ち着くような気がするんですよそんな気がしましたねだから最後にあそこにこうあの茂みの道もなんかねこ言葉悪いけどなんか別の世界のね入り口みたいな門みたいな感じはわかるんですよねなんとなく まあ場所はね、駅から遠くて、東大島からレンタル自転車で来たんですけど、結構な時間かかってましたからね。有名事件もね、並行して今やってるんで、次は結構有名な事件かなとは思うんですけど、次もね、まあ見ていただけたらと思います。ご清聴ありがとうございました。かなり長くなったんですけども、飛ばし飛ばしでも見ていただけるとありがたいです。ありがとうございました。 それでは。